皆さんこんにちは。レック専任講師の高井です。えー、本日は日商簿記三級合格のポイントと題しましてお話をしていきたいと思います。はい。えー、日商簿記なんですけれども三級と二級がですね、に二千二十一年度から大きくガラッと。 変わることはね皆さんご存知かと思いますけれどもはいもうそれに先立ちましてですね2020年の12月の14日からいよいよ3級の方ではですねネット試験というのが、ね、開始されましたはい私もね受けてきたんですけれどもはいこのね3級はい、えー、新たなその新方式になった後の変更点ですね、まあ、それからそれに伴う対策について本日はお話をしていこうかなと思います。はい と、えー、ということで,です、ね、まずはです、ねはいえー、日照簿記3級今日うはまあ3級にスポットを当てましてこの3級の概要について、はい、お話をしていこうと思います。はいまあ、出題形式が大きく変わったとっいう、ね、お話をましたんですけれどもあの出題の内容についてはです、ね、特にあの試験区分等は、ね、変わっていませんのであの学習事項としましては従来型で、はい、あの対処ができるということになっております。 はい、では、ですね画面でご説明していきたいと思います。はい、まずですね日簿記三級の出題内容としましては、まあ、これ、重大通りなんですけれども小規模株式会社の会計処理ということですね。はい はいまあ、最近、ですね,もうこのね株式会社としての会計処理ということに改められましてもうすでに、ねえー、数年経ってますけれども、はいまあ、株式会社の中でもですねたくさんの携帯ありますけれど小規模な規模というのをです、ね、対象とした、はいまあ、こんな、ね、小規模株式会社の会計処理というのを、はいまあ、出題するということでね、まあ、言われております。ということでですねこの日商簿記3級の、えー、内容 学習を一通りいたしますと小規模株式会社の会計処理についてはですねもう1人でねもう最初から最後までできる、まあ、そこが到達目標ということになりますね。はいということで、まあ、小規模とは言いましても、まあ、その、ね、会計の処理的な理論とかもね合わせまして、まあ、もう本当に 必須ののの知識といいううがが散りばめられているっていうのがですねこの日照簿記3級の学習内容ということになりますので、はいまあ、その、ね、経理事務に携わる人以外でもですね、まあまねく広くねビジネスパーソンにはまあ必須の基本知識ということをね日本書工会議所の方では言っております。 はい従いましてこの日商簿記3級の学習内容をマスターしていますと、まあ、あの経理・財務担当以外でもですね、はいまあ、招く広い業種で職種でですねいろいろとこう数字を見るというね機会はあると思いますのでそういったことにね強いということがアピールできます。はい まあ、この3級でやる内容としましてはですね。商業簿記と言われるところになりますよね。はいまあ、ですので、まあ、本当にですね。実践的なまあ経理関係はいまあ、こういったもののねえ、処理っていうのもできるようになります。あとはですね。まあ、会社員に関わらずとも。 はい例えば個人事業主なんかでありましてもその税制の優遇措置ありますね青色申告制度っていうのがあるんですけれども、まあ、これはいこのね募金のルールに基づいて、えー、帳簿をつけていく、まあ、それをですね、まあ、提出するという義務が、ね、出てまいりますので、まあ、そういった面に関しましてもですね非常にはい、まあ、有用なね、えー、資格っていうことができるかと思います。はい とということでですね簿記3級、えー、学習いたしますとこのようにですねいろいろと、ね、応用が効きますしあとはその会計としての、ね、知識っていうのも基礎的なところというのがしっかりマスターできますのでね、えー、非常に汎用性の高い資格っていうことができますね。はいということになります。はい、えー、ではですねこの日照簿記3級の、はいまあ、試験の大枠ですね。 はい、2021年度からはですね、従来方式、まあ、統一試験と呼ばれますけれどもこの試験に加えまして、まあ、ネット試験、はいまあ、それからですね、まあ、企業や学校なんかで団体受験という形でですね、はいまあ、大きく3つの、ねはい、柱として施行されていくんですけれども、まあ、それらに共通しましたこの日照簿記試験の3級の概要についてお話をしていこうと思います。はい、えー、ということでですね 募金検定というのはですね、まあ、日商これは日本商工会議所というところが主催をしているもの以外にもですね、まあ、複数存在するわけなんですけれども、はいまあ、それらあまねくね、えー、存在します簿記検定の中でも、はいまあ、最大規模の簿記検定ということが言えます。はいまあ、従来ですね はいえー、紙ベースで年3回の産、ね、休の試験というのは行われてきていましたけれども各回で,です、ね、受験申し込み者がまあ10万人規模というです、ね、非常に大規模な検定試験だということが言えますよね。はい、でですね、まあ、ネット試験も採用されて、まあ、それもスタートしたということで,です、ねまあ、ネット試験に関しましては初日でもうすでにですね 12月14日に始まった時点でその日だけでですね900人ねまあ受験したっていうことがはい報告されていたりしますのでねまあ非常にねもう規模が大きなさらにね大きくなっているっていうことが言えるかと思いますはいで日照側としましてもですねまあ特にネット試験なんかではあの月間で約2万人 はいまあ、3級に合わせてですけどね、はい、もうあの受験ができるように、ね、体制を整えているということも、ね、言っておりますので、はいまあ、ますます、ねえー、大規模化する試験ということが言えますよね。はい、という、ねまあ、最大規模の試験なわけなんですが、はいえー、皆さんが、ね、これから目指す日,本、えー、日照簿記検定3級ですが、はい、3級という位置づけなんですけれども。 まあ入り口ですね入門という位置づけで3級から学習を始める方が多いということになります、はい、ただ、ですね日照的にはあの初級っていう、ね、試験もあったりするんですけれども、まあ、実質は3級から、ね、学習する方が多いですね、はい。そして1級になるとですね、まあ、取得すれば、まあ、その取得したという実績で上級資格の登竜門ということですね。具体的には、えー、税理士だったり はい、えー、そういった試験でですねその日照一級合格していますとその受験資格が与えられるというようなまあ、そんな位置づけとしてね重要視されておりますはいで、えー、試験の形態なんですけれどもはい 統一試験、まあ、今までの従来形式です紙ベースで年3回集合して行われますこの試験それとですねもう一つ昨年の12月から始まりましたがネット試験、はい、というのがまあ並行して行われます。はい、でこれあの問題の内容あと難易度ですねどちらにも差はないよとさせていただきました通おり、まあ、どっちを受けてもですね同じ日照簿記3級合格という位置づけになるんですね。 はい、で統一試験、まあ、従来型ですがえこれは、ね、従来と同様え6月、それから11月そして2月の、ね、年3回開催されるんですね。でえ日照が、ね、指定する場所、まあ、会場がありますのでそこにこう、ね、集まってで一斉に試験を受けるという形になるんですけれどもえネット試験の場合はです、ね、随時ですね、はいまあ、最短で3日前。 はい、もしね自分が希望する会場が空いていてなおかつねその時間に枠があるっていう場合にはですね、まあ、あの最短3日で、はい、3日前に、ね、申し込みをしていただくと受験ができます。はい、で、まあ、会場によって異なりますが受験の設定はです、ねまあ、随時なされてますので、まあ、あの自分が都合がいいところで,です、ね、都合のいい会場で受けるということになります。 はいまあ、ネット試験は、ね、ネットと言いますけれどもあの自宅で、ね、あのネットで受けるというものではありませんのでご注意ください。はい、で学習内容なんですけれども先ほども申し上げた通りですね3級は小規模な株式会社の募金知識、まあ、つまりですね小規模な株式会社の会計処理が一人でこなせるというのがね学習の目標になっております。はい、えー、ちなみにですが 先に進まれる方2級の場合はですねもっと大きなね規模の株式会社1級になりますとも大企業ですね、まあ、皆さんがもうねあのニュースなんかで見聞きをしているような大企業、まあ、こういった会社ののののの知識会計の知識識会計といいいうのが学習の対象になってまいりまりすはい、それから試験のねはい時間などご紹介しておきましょう。 はい三級の試験時間ですがこれが大きく変わりまして60分になりましたはい前回ですねはいの検定試験まではですね120分だったんですねなんと半分になっておりますちなみに2級は90分ですねはい三級の場合はこのように試験時間60分ただですねはい えー、基準点は変わりません100点満点中70点以上で合格ということで、はい、相変わらずねなので100点狙わなくても、ねえー、合格できますので、はいまあ、あの満点狙いということではなくです、ねまあ、このさらに短縮された限られた時間の中でいかに効率的にです、ね、合格点となる70点以上を取るかっていうところがですね、まあ、大きな、ねえー、合否の分かれ目になってくるこんな試験なんですね。 はいといととうことでですね、はいえー、内容的には、えー、新,元新制度でね変わったところっていうのも出てきてるんですけれども学習内容と事態につきましては従来通りのね、えー、対処の仕方学習の方針で、えー、十分ね対応ができますのでそこはですねはい、えー、今まで学習をしてこられた方もですね特に不利になることは全くありませんのでね安心して勉強してください。はい、えー、といととうことでですね はい、まあ、新年度からはこのように統一試験、まあ、これ従来型ですねそれとあとネット試験というね、えー、2本立てではい試験を行われていくことになりますで特にですねネット試験の場合は随時に受験ができるっていうことそれからですね同じ時間に同じ試験会場で例えば隣り合わせでですね問題を解いてるっていう人でもですねそれぞれ解いている問題の内容というのが異なってもあります。はいなので まあ若干ですね今までのその合格率っていうね概念が今後は同じようなね えー、意味を持ったものとして、えー、存在し続けるのかっていうことにつきましてはちょっとねまだ疑問符があるところになるんですけれども、まあ、かといってもですね、まあ、統一試験も残りますし、まあ、皆さんねやはり、えー、試験を目指されるからにはね、えー、自分が太刀打ちできるレベルなのかな合格率ってどのぐらいなのかなということがね気になるかと思いますのででは次にですねその3級の合格率今までの紙ベースの はいペーパーの試験ですねまあ、これについての実績が発表されてますのでここでお話をしておこうかなと思いますはいえー、ではですねはい、えー、3級の合格率の推移ということでねちょっとグラフにしましたはいあの高止まり感が、えー、ある感じで推移しているのねお分かりいただけるかと思いますがはいこれですけれども、えー、直近ですねまあ10回分ぐらいのところでね はい、えー、折れ線グラフにしてみました左に行けば行くほど、えー、今に近づいてますねで直近が154回ということではいちょっとデータ的にはね1年前のものになります2020年2月検定のものがあります。 はい、でこのあとなんですが2020年の6月検定につきましては、ね、ちょっと中止になったりということもありましたので、はい、ちょっと、ね、データが途切れちゃってるんですよね。はい、なのであ,のあえて、ね、154回までのところで、ね、載せてあります。はい、でこの155回という、ね、その2020年6月の試験というのが中止になってますので、まあ、ちょっと折れ線が途絶えてしまうんですが、はいまあ、その後ですね 百五十六回、二千二十年十一月に行われた検定試験ですね。まあ、これも限られた会場でね。まあ、皆さん、受験申し込みできなかった方も多かった回になります。けれども、この時の合格率。はい、これに関しましては、四十七点四パーセントということでね、あの発表されています。四十七点四パーセント。なんで、まあ、メモリとすると、このあたりですよね。はい、なので、特段ですね、その,、えー、その試験がね。 再開された後この156回の試験というのも、まあ、従来通りのようなですね合格率の推移でね来てるということが言えますよねはいで直近ですね、はいえー、今しゃべってるのがです、ね、実は2021年の3月なんですけれどもその先月行われました157回のね試験につきましてはですね、まあ、現行のね最後の試験ですけれども。 はいまだねあの合格率が発表されてませんのでちょっとねデータとして載っけることができない状態なんですけれどもねはい、まあ、こんな感じでここ、えー、数年はね推移しているということをねまずは大まかに、はい、把握してみてください。ということでですねはい、まあ、ここ40%の線なんですけれどもここ数年はこの40%という合格率のねラインこれを割り込むことはないですよね。はいでですので まあ40%以上のね合格率はいつもねコンスタントに出しているまあ、そんなねことで理解をしておいてください。ということで、まあ、このグラフで言いたいのはですねはいあの皆さんね決してまあ合格難しい試験ではないなということがよくお分かりいただけたのではないかと思います。はい、まあ、ただですねねかといって、ね はいまあ,あの何もしなくてもね半分が受かるというそういう試験ではありませんのでね、まあ、そこは誤解をされないようにしていただきたいと思いますので、まあ、それに、ね、合格に対しましてはねあのしっかりうべき方法ではい効率的にですねなるべくその合格点をですね効率的に叩き出すことができるっていうようなね勉強方法をしていただく必要はもちろんありますのでね、まあ、その辺りにつきましては後ほどまた改めてねお話をしていこうと思います。 はい、えー、ということでね、今、合格率について見ていただいたんですけれども、はい、えー、ではですね、これからはいよいよ、えー、この2021年度からね、いよいよ本格スタートをする、今まで通りのですね、統一試験、今度ね、統一試験と呼ばれます、ペーパー試験ですね、それから、はい、あと皆さん、えー、受験する方も多いと思われますが、ネット試験。はい、 まあこれのですね大まかな概略それから両者の違いについてですねお話をしていこうと思いますはい、えー、ではですねまた画面作りましたんではい、えー、皆さん今ね見てらっしゃる画面左側が統一試験ということでねまあ今までの従来形式のペーパー試験と捉えていただいて構いませんねはいこれとですね右側にはネット試験ですね はいもうすでに2020年の12月からね開始されていますがいよいよ2021年度からは本格的に運用されますのでね、まあ、この両者についてのまあ相違点ここれをねお話ししていいうと思いますはい、えー、まずですね試験日、ここはね両者で大きく異なるんですがはい統一試験、ですね従来通りの試験につきましてはもう従来通りです、これはねつまり年3回行われます。 はい年3回というのはこれも決まってますね6月の第2日曜日11月の第3日曜日2月の第4日曜日ということでね非常に覚えやすいスケジュール感ですよね。はいということでここは変わっておりませんのでこの年3回の統一試験日この日にですね実施されますはいでこれに対しましてネット試験なんですけれどもネット試験の方はですねはい ネット会場がありますネット試験の受験会場というのが日照側でですねちゃんと指定されていますのでまあこの会場で行われるっていうね試験になりますはいでですねこのネット会場によりまして実は試験日が異なっているんですよね毎日実施されるところもあるんですが例えばねこの特定の会場ですとその火曜日と金曜日だったりとかっていうような感じでね はい、あの開催されないような会場というのもありますので、まあ、ここはですねご自身で、えー、自分が試験受けやすい会場というところの,その受験の、ね、実施スケジュールこれを確認してで自分が、えー、受けやすいという、ね、日程で申し込んでいただくということになりますが随時ということで、ね、ご案内しておきたいいと思います、はい、でこのネット試験会場なんですけれどもですね、うん はいもうあの12月14日に昨年の12月14日に開始した時点で114会場全国で用意されています。はいなんでまあ東京なんかですね結構多かったりもしますのではいまあ、自分でその中でですねあのー、便利なところをね選んで受験していただくということになりますね。はい で受験者数もですね、まあ、月間2万人のキャパ、まあ、これを予定してね運用されているということが発表されていますので、まああのね、学会場によっては人気があるところですともうあのね直前になると受けられないも満員になってしまうというところもねあったりしますけれども、はい、あ,のある程度のスケジュール予定,を予定をですね余裕を持って、はい、あのスケジュールを組んでいただくと、まあ、自分が希望するところはね 結構取れやすくなってますよ。はい、っていう感じですね。はい。えじゃあ次ですね。試験解除。はい。で従来型ですね。統一試験の場合は、はい。これはもう同じですね。今までと同様です。受験票送りますよね。で自分が受験をしたい商工会議所、ね全国にその商工会議所たくさん支部があるのでそこに申し込むとですね。そこの管轄の はい、会場というところでね割り当てられる形で指定されます、はい、なので、まあ、大まかな地区っていうのはね自分で、まあ、どこの商工会議所に出願するかということでねあの確定はされますけれどもその中で、はい、実際に受験をする会場としては各商工会議所が指定をするところということでねもう決められてしまいますね。はい、でネット試験の場合はですねこれさっきもねちょっとお話ししましたけれどもはい。 あの試験センターというのがねもう全国114会場に、ね、指定されてますので、まあ、その中で自分が、えー、便利がいいところですね、はい、そこで、えー、受験を申し込むという形になります。はい、でその,、えー、その試験センターなんですが各会場でですね、まあ、日程の、はい、ところもそうなんですけれども同じ日でもですねもうあの30分刻みぐらい。 はい、まあ、あるいは15分刻みのところもありますかね？まそのぐらいの頻度でですね。もう試験時間というのが設定されてますので、日付のみならずですね。その時間、細かな時間についても自分で指定することができます。はい、というのがね。ネット試験ですね。試験会場でした。はい、次ですね。試験時間はい。これはですね。大きく変わったところですね。従来型の統一試験でもはい、半分の時間です。60分でこれは？ 今度統一試験とネット試験で共通になります60分ですはいそして出題の大問これは3題以内ということでねはいまあ想定されるのは3問です第1問から第3問ですねはいということになりますので従来型の試験大問5問でしたよねまこ、あ、れから比べるとですねはい題問数は2問減ったという形になりますはいまあ、具体的な中身についてはね。 後ほどご説明したいいと思いますあと出題範囲出題形式次に行きたいと思うんですがこれはですね日のの方で定められてまますす区分表というのがねあります皆さんもあのホームページ日商のホームページの方でね確認ができますので是非興味があればね見ていただきたいと思いますがそこに基づいて出題をされます。なのであの範囲とか形式については統一試験でもネット試験でも同じです同じ。 なので同じ勉強していればですねもうあの並行して統一試験も受けられますしネット試験もね受けるっていうことができますね。はいでは続きまして受験料いきたいと思うんですがはい受験料ですねこれ同じなんですね受験料同じなんです2850円なんですがはい一つ注意していただきたいのがネット試験の場合ですね受験料自体は2850円なんですが 事務手数料の550円がこれに必ず加算されるんですね。はいネット試験申し込みについてはこの手数料を加算されますので、まあ、実質3400円ということになりますね。はいなので、まあ、実質的な出費を考えますとネット試験の方がお高くなる、まあ、そんなことになります。はいあと回答方法ですね。ここも両者で大きく異なりますよはい 統一試験については回答欄これがですね従来とちょっと変わりまして問題とそれから回答用紙今まで別々の冊子だったものがですね今度はい次の試験からは同じ冊子になりますので、まあ、見開きのような形でですね左側に問題右側に回答欄という形で構成されている冊子ここの回答欄に回答を自らねらね鉛筆で書くっていうことで回答をいたします。 はい、でそれに対してネット試験の方なんですがこれはあのパソコン上で回答いたしますので、はいまあ、あのプルダウンで,です、ね、例えば、感情科目言葉ですねこういったものはプルダウンで選ぶあるいは自分で入力するというものもありますしあと数字、金額については自分でネット上で点キーで入力をして回答という形になりますので、ね、ちょっとここは慣れが必要です。はい そして次ですね、合格発表。はい、ここも大きく異なるんですが統一試験従来型につきましては従来通りですね、まあ、大体商工会議所にもよって異なるんですけれども、まあ、2 3週間すすればね、ね。合否判明しますよ、ねはい、でこれに対してですねネット試験の方はこれがですね「はい、試験終わりまして終了」っていうボタンを押してね「もう終了していいですか?」ってメッセージ「はい」みたいな感じで答えるとすぐ すすぐ即座にですね合否が判明すするんですねで合格した人にはそのままですね、はいまあ、そのバーコード QR コードがですね、まあ、印刷された紙というのが、ね、あの出てきますので、まあ、これで、はい、デジタル合格証を、ね、すぐ取り出すということができたりします。つまりネット試験の場合はもう試験終了後すぐさまですね合否が判明します。はい、なので、ねまあその後のでそ後展開は 自分でで、ね、計画立てやすいですいよね、はいまあ、合格したらすぐそれは、ね、もう履歴書にも書けますし逆にちょっと残念な結果であればまた次剣道従来をねもう狙ってまたすぐね対策を立てるっていうことができますのでそのあたりの時間的なななロスというのが、ね、全くなくなります、はい、それから、はい、その他ということでねちょっとあの問題の冊子などのね形態についてお話をしておきたいと思いますが。 まず、統一試験につきましてはですね。これ、さっきもね。お話ししました。けれども、その試験問題と回答欄が一緒になった冊子というのが配られていてで、そこに計算用紙もついている形になります。で、これらは全部はい。あの試験後に回収されてしまいます。ここは従来とね。大きく異なるところはい従来はですね。あのまあ、問題用紙持って帰れたんですが。 もう今度はね、来年度次回からはもう持って帰れません全部回収されてしまいますはい、というのがね、大きな違いあとネット試験についてはですね、まあ、もちろんこれ問題文体文とそれから回答欄ですね、共にパソコン上でね、出てくるということになりますのでもちろん持って帰るということはね、できませんはい、もうあの終了が、試験終了ということになればですね、もう全部画面上から消えちゃいますのではい、まあね、別に問題を。 はい持って帰るってことはもちろんできませんあとですね計算用紙ですねはいこれについては試験の当日に試験会場でチェックインをした時にですねはい A4 の紙が2枚渡されますでこれはボールペンとともに渡されますはいただこれ対応なのでね両方とも対応ですから試験終了後にはこれ回収されますはい計算用紙もですねボールペンも回収されますのでね はい、まあ、これもですね、結果的には、はいまあ、一切、ね、試験に関わるものは持ち帰ることができないという形になりますね。はい、ここはまあ統一試験と、ねえー、同じように、ね、公平性を図っているということが言えますね。はい、ということでですね、はい、あの従来の、ね、ペーパー試験についても、ね、受験経験があった方も、ねえー、今度始まります。 統一試験なんかでもですね従来のペッパー試験とはかなり異なるところも出てきたりしますのでねその辺りはね対策とともにしっかりはい、えー、押さえておいていただきたいと思います。はいということでですねではここから先なんですが、えー、これから新たに出題をされますね新たな試験方式となります統一試験。 ネット試験問題の形式というのはね一緒ですので、まあ、ここについて細かくお話をしていこうと思います。はいということで出題形式について、えー、ご案内していきたいと思います。先ほども申し上げましたが大問,3問構成となっておりますはいでまずですねはい、えー、第1問なんですけれども。はい まあこれはですね配点45点なんですが内訳ですねはいえ従来の第1問と同様ですが仕分け問題なんですけれども大きく異なるのがですねはい設問数ですはいなんと仕分け問題15題なのでまあ、単純に割り算するとですね1問3点ということですね従来は1問5点で はい、えー、ね、えー、構成されてま四点ですね四点で構成されてましたのでね二十点ということになってましたけれどもねボリュームがまずはいもう格段にアップしてるっていうことですね三倍になってますよねはいあと各一台ごとの配点もですね低くはなっていますはいで従来の第一問の仕分け問題というのはね結構ボリュームが一つ一つ大きくってですね問題文も長くって それなりに、ね、時間が、えー、かかっていいたと思います1個3分以内みたいな形でねあの対策されてた方も多いと思うんですけれども今回はですね15体を、えーえー、解いていかないといけませんので、まあ、時間にするとですね、まあ、この辺りはもう20分ぐらいでね、えー、こなしていかないといけないということになってきます。はい、ですのでちょっと今までのね対策立てられていた方に関しましてはちょっと従,の従来とはね大きく はい、その回答の戦略を、ね、立て直さなければいけないというところになりますね。はいということです、ただですね1つ1つのこの仕分け問題、まあ、15題ありますけれども1個1個につきましてはかなり、ね、文章もシンプルになってますしあとは取引の内容というのもですねあまりこう複雑にはなってないというところが、ね、大きな印象になりますのでこれ、間違いなくですね、はい、もうあのサクサク、ね、解いていくというような訓練が必要になるかと思います。 はいということでね、まあ、あの問題のレベル感としましては従来のですね第3問の試算表で出ていったね取引の内容、はいまあ、あれを仕分けにするようなイメージにちょっと難しくしたような感じっていうね形で押さえておかれるといいかと思います。はい、まあ、テキストで言えばですね例題レベルの問題これに関しましてはもう完璧にねやっていただくということになります。 はい、というのがね、第1問です。はい、じゃあ続いてね、第2問いきたいと思います。はい、この第2問につきましては、配点が20点となっているんですけれども、これ大きな特徴なんですが、2台出されます。はい、なので2台で合わせて20点なんで、まあ、1台10点という形でね、2問構成って思っていただければいいかと思います。はい、でこの2台につきましては、 この10点10点のね2台については出される問題はい全く異なりますのでねご注意くださいはいなので、えー、1題目と2題目括弧1括弧2っていう形で出されますけれどもその両者にはですね特段のあの関係は全くありませんのでねはいもう全く別の問題なのでまあ自分が解ける方から解いていくっていうのがいいかと思いますまあ配点は一緒10点10点で取られていただいて構わないのでまあできる方からああるいは その処理量が少なく済む方からですね、まあ、戦略的に計画を立てて回答するようにしていってくださいはいで、まあ、傾向としましてはですねその2代目の方かっこ2の方が処理量としては比較的少ないものが出される傾向にありますので、はいまあ、あの優先順位としましてはねかっこ22つ目の方の問題からですね、えー、解いていくっていうのがいいのかなと思います。 はいただしですねまあ全部が全部そういうことでもありませんので実際の試験始まった時にですねこの第2問につきましてははい自分がねできそうなのどっちかな確実に点取れそうなのがどっちかな処理量少なくて済むのはどっちかなということで見極めるね癖をつけていただければと思いますはいで内容なんですがこの2台ですねはい、まあ、補助簿はいまあ、あの帳簿記入ですね例えば商品あり高調の記入問題とかはいあとまあ 感情記入ですね。はい、まあ感情いろんなものありますけれども、その感情を記入、その感情に記入された内容から仕分けをね起こす、まあ、そんなものもね感情記入に含まれると思います。はい、こんなものだったり、あと伝票ですね。伝票はその基表問題、一部現金取引の基表問題だったり、あとはその仕分け日経表あるいは天気のあたりですね。まあ、このあたりが問われたりであったり、はい、あと極記入。 はい、これね最近の従来の試験でも出されたりしますけれどもあの括弧がね設けられていましてそこにごく適当な語句を記入するというような問題。はいというようなことでねバリエーション豊かかでですすこれれら2 2出題されるといいうも、ね、のが第2問ですねはいまあ、従来型の試験としては第2問第4問というところでね出されていたものがこの第2問に集約されるそんなイメージを持っていただいてもいいかもしれませんね。 次ですねちょっと私第5問って書いたんですがこれ違いますこれ第3問です、はい、で第3問ですね3問構成の第3問最後の問題になりますがこちら配点が35点非常に高いですね、はい、でこれは具体的に何かというと、はい、従来型のです、ね、第5問にあたるもの決算の問題になりますね、はい、で決算というと決算に関わる作評問題ということになりますので 具体的な内容としては、生産表あるいは財務諸表ですね、貸借対象表損益計算書が、ね、出される問題、あるいは決算整理後残高資産表これね、実際の,あの検定でも、ね、出ましたね、直近でね、はい、のいずれかを作成するような問題が出されます。はいなんで、これ、対策としましてはね、従来の第5問対策でよろしいかと思います。はい ただもう全体の時間がこの第1問から第3問まで通して、はい、60分とといいいうところはね忘れないでくださいしたがってね従来通りの時間配分やってると時間足りなくなってしまいますはいなので第1問についてもねこの仕分け問題一つ一つにかけられる時間というのはもう約半分以下ってね捉えていただいたらいいと思いますしあと第この3問ですねこの第5問じゃな第3問第3問についてもですねちょっと直しておきましょうね 第3問についてもですね、はいまあ配,点はい、配点35点大きいただ時間的には使える時間が、まあ、少なくなってしまいますのでね、はい、その辺りの、ね、ところなので今までは30分とか、ねえー、かけて解いていた方もですねもうちょっと短縮して、まあ、25分ぐらいで、ねはい、あの処理ができるようにならないと いいいけななっていう状況なんですね、はい、ただですねこの第3問に関しましては従来の第5問と同じぐらいのボリューム感で、はいまあ、若干少なくなるぐらいの、ね、ボリューム感であまりあの大差はないような感じで出題されますのでねここの時間の使い方というのが、ね、非常に大切になってくるかと思います。あと回答順序もですねはい なのでそのあたりのところはですねこれから実践経験、ね、積まれていろいろ自分なりのスタイルを確立されていただきたいと思います。はいというのがねありますね。はいということで今までのところでですねはい、えー、この、えー、新たな2021年度から出題をされますこの統一試験それからネット試験いよいよね同時並行で進んでいくわけなんですけれどもそのあたりについてですね はい、えー、ざっとご説明をさせていただいてで出題内容についてもね、えー、ご案内をさせていただきましたはいで出題内容についてはね大きくまあ変わったとっいうことはね、えー、印象を持っていただけたかと思いますけれどもじゃあ対策はどうしたらいいのかというところにね、えー、進んでいきたいと思いますはい、えー、内容についてはですね、まあ、出題形式大きく変わってはいますが内容は大きく変わるところありません。はい なので今まで通りの学習内容でね押さえていただければいいと思いますつまり日照も提唱してますけれども実務的に重要な取引というのがねよく出題をされますので、まあ、ここは意識的に取り掛かっていただきたいと思いますはいまあ、従来のですねその日商簿記3級プロパーの論点みたいなねなんて言うんでしょうかあんまりこうあの実務ではねこういうのを今やっているのっていうようなところ 疑問に思ってしまうようなところというのはですねもうあのあまり出てこないような傾向になってます。はいなのではいまあこういったね実務的に重要な取引っというところをね主題ではいこの、えー、ところを中心にですね学習を進めていただきたいと思います。で象徴的なのはですねはい、まあ、さっきね気づいた方もいらっしゃると思うんですけれどもはい。 1> あの第1問から第3問の中でね今まで配点がとても高くてですね第3問で出題されていました資産表という、ね、もの、はいまあ、これがもうう、ね、出なないいという方向になってますで理由としましてはですね、まあ、あの機械化が進んでいて、まあ、あのコンピューターで,ですね会計処理というのは入力をしてね管理をしていくという会社が大半の中でそのアナログ的な作業でですねその資産表を作るというね はいことがまあな,なくなってきてるっていう傾向とはいまあそんなところを加味しましてね出題としてはなされていませんただ出題区分としては入ってますのでまあ、その仕組みとかねそういったものについてはね押さえていただく必要があったりしますはいということでねまあ、その最近の pc、はい、で入力をするようなねその会計処理というところの傾向に加味をしてね はい、で実務的には、えー、今重要ここは知っておかないといけないというところっていうのがですねもう意識的に出題をされるというふうにね思っていただきたいと思います。はい、ということでね、まあ、実務的に重要なところを、ねえーまあ、積極的に問うていくっていうような姿勢なんですがかといってね、はいまあ、実務的にその テクニカルな、ね、問題というのを出題するのかっていうとそういうことではありませんのであくまでもでですすね基基礎基本ここれれを大切にしていいくという姿勢これが重要です、はいはい、例えばね、えー、今度の新方式第一問仕分け問題になりますけれども、はい、あのレベル感としましては従来よりもね、えー、優しくなってるって話をしたかと思いますが、はい、まあ言い換えればね 基礎基本を忠実に出題をしているということになりますので、まあ、そこはですねしっかりとね、はい、あのマスターをしていただくという必要が出てまいりますのでねよりこの基礎基本を大切にするという姿勢が重要になってくるといいいうに、ね、捉えてくださいはい、あと、ですね次ですね、はい、これまあ実務的に重要というところに絡んできますけれども、はい、やはりですね母規 はい、学習も進めている方お分かりいただけると思いますが財務諸表の作成というのが、ね、大きなポイントになってきますのでここについてはです、ね、第3問対策としてもう完璧にに対処ができるように、ね、してください、はい、第3問では生産表それから財務諸表そして決算整理後残高試算表のいずれかが出題されますという話は先ほど申し上げたとおりなんですけれども特にその中でもです、ね、財務諸表の作成問題 はい貸借、えー、対,対象表と損益計算書ですね、この2つの表の作成問題というのは、特にね重要視して対処していただきたいと思います。はいということで、ですねはい、えー、学習内容に関しましては、従来通りということになりますが、新たな出題形式というところをね、睨みながらの、えー、傾向と対策について、お話をさせていただきました。はい とい簿記と,でで、ね、というのはね、はい、その会計処理のルールを学ぶという学問になっていくんですけれども学問ではあるんですが、はい、実質的には、ね、その会計処理をするためのツールです。はい、ルールを、ね、学んでいただくということでその共通のツールを皆さんは、ね、マスターしていただくということになります。なのではいよくね はい特にですねその特殊な記録形態の仕分けはいで仕分けはですねねそのね緻密なその会計理論これをですねもうすごく効率的にね表した記録方法ということになりますけれども、まあ、こういったものもですね従来はね日常生活の中では決してやらないものだったりしますのではいこういったものの処理の仕方っていうのはねもう日々努力が必要になってまいります。はいなのででちょっとでもね 特に勉強を始めた時点で何日間か離れてしまいますとねもう途端にもうまた忘れてしまって一からやり直さなければいけないというような、ね、状態になってきますのでねはい一度勉強を始められたからにはですねはいあのもう途絶えることなくというかねもう隙間時間でも一日ちょっとの時間でもいいのでとにかく毎日ですね簿記にね触れ続けるっていう姿勢が重要になってきます。はいといととうことでね もうあの短くてもいいのである程度一定の勉強時間を確保するというのが、ね、これから学習を進めていく上でう、ね、え、はい、で私の方ではです、ねまあ、レッグとしてこの皆さんの合格をするためにです、ねはい、勉強法を中心としましてその理論の理解の仕方であったり の、ねえー、記録の取り方その簿記のルールのね使い方についてはもう極力ねお伝えをしていくんですが実際にそれを使えるツールにするための努力というのはもう皆さんにやっていただくしかありませんのでね、はいまあ、この両輪をねしっかりと、はい、同時並行してねやっていくという学習スタイルで進めていっていただきたいと思います。ということでですね合格するため、はい、今お伝えしましたけれども。 まずはですね皆さんのね勉強時間の確保というのが必要になります。はい一、まあ、日にねどうしてもまとまった時間数というのは取れない方が大半だと思いますがなんとかねその一日の、えー、タイムスケジュールの中で、まあ、隙間時間でもいいのでねコンスタントに勉強時間として捻出をしていただきたいと思います。でそれの積み重ねによってですねねもうねトータル時間ということでね勉強時間は確保していただきたいと思うんですね。 はいで、まあ、お休みの時にはですねちょっとまとまった時間も取れる方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、そういったところでではではすねまた普段とやる内容を変えてみてちょっと時間がかかりそうなものをね集中的にやってみるとかということでね勉強時間ははしてみてみください、はいで講座の方で私がですねはい勉強法についてはね伝授してまいります。 勉強法あとそれから簿記自体の考え方そして一つ一つの細かな論点の考え方とそれからその使い方はいについてはねもうあの徹底的にサポートしてまいりますのでここはね講座を信じてついていただけたらねよろしいかと思いますこのようにですね勉強時間と勉強法の両輪でね合格というのはねはい出来上がってきますのではい、まあこれね両方意識的にはい 捉えていただけたらと思いますはいということでねまあ特にこの勉強時間なんですが社会人の方ね中心に特にね時間取れない方が多いと思いますのでまあ、こんなね目安の立て方ご紹介しておきますはいまあ、検定試験までの時間従来はですね年、ね、3回しかありませんでしたので比較的ねスケジュール立てやすいかと思いますはいで今度 統一試験もね従来通り年3回なんですけれどもこれに随時受験が可能となりますネット試験というのが加わりますのでねまあ検定試験までの時間のスケジュールの立て方としましては従来よりも選択の幅が増えているということがね言えます。なのののので皆さんの日々の勉強時間の年出具合 であったりですとかあとね、まあ、どのぐらいの集中力が保てるかあるいはどのぐらい時間取れるかっていうところではい、まあ、統一試験それからネット試験両方視野に入れながらですねまずは検定試験までの時間というのをね大まかに把握してみてくださいはい。 あそうですよねあの1日でね結構、勉強時間が取れるような立場の方に関しましてはそのねあの統一試験のスケジュールに合わせなくてもですねある程度、自分でこう集中的に勉強してしまってでその記憶がまだ新しいうちにはい問、ね、題演習ももちろん必要ですけどそれを積んだ上でですねネット試験直,直近のものをねトライしてみるというのもね今後は取りうる手段となりますのでねはい合格、近づくんじゃないですかね。はい ということでまずはね検定試験までの時間これをね、えー、把握していただくそれから同時にですね自分が1日に使える時間はいというのもね重要になってきますはい皆さんねそれぞれの立場によって、えー、自分が1日に使える時間というのがね、えー、かなりばらつきが出てくると思いますはいで同じ方でもね平日とあと休日でまた自分が1日に使える時間というのが大きく異なる方も多いと思いますのでね まずはその辺りの可視化をして、ね、自分が使える時間というのをですね把握するということが必要になってきますでそれに合わせてじゃあ自分はいつの試験を受けようかなとかあいつの、ね、統一試験あるいはネット試験を受けようかなということでね、はい、目標を立てていただいてそこまで逆算する形で勉強を進めていってくださいはいですねじゃあ具体的に、えー、勉強方法についてね、えー、ご紹介していただきたいと思いますが はい先ほど申し上げた通りですね簿記の学習、はいまあ、スポーツ簿記はスポーツに似てますよとお話をしました、ね、でその会計処理としてのツールを学んでいただくのが簿記の学習ということになります。はいでちょっとね筋トレなんかも思い出していただければいいかと思いますがね、はい、思い出すというかねまあ、やってない方は思い出しようがないんですけれども例えばトレーニングありますよね。 あの学生時代部活でねいろいろトレーニングしたっていう方もいらっしゃると思いますけれども、はいえー、ちょっとでもねトレーニングっていうのはサボってしまうとねまた体がすぐ戻っちゃいますよね、はい、あとそのスポーツに対する勘というのもねすぐ戻っちゃったり、はい、もう身体能力もねすぐ戻っちゃいます。ということで学習はですねもう補足でいいのでもう日々継続的にね、はい、あの絶え間なく続けていただくという必要が出てまいります。 特に簿記の場合はですねツールということもありますのでもうねあの英語の学習なんかと同じですよね、やっぱりちょっと離れちゃうとすぐさままた元通りになってしまってね、はい、またそこからやり直さないといけなくなってしまいますのでそういった状態がね長く続くともう勉強自体のモチベーションもねだんだん下がってきてしまいますのでもう短期集中でねいいいってたただきたいと思います短期集中かつ日々、勉強ねもう続けていく。 はいもうやらない日はない簿記に触らない日はないっていうようなね感じで進めていただきたいと思いますはいで日々の勉強特にインプット期なんですけれどもまずはですねはいこの完全マスター講座というのでですねテキストの理解これに努めていただきたいと思いますただ理解これはね結構すぐできると思うんですね分かった気になる方すぐ多いんですけれどもじゃあ実際にその理解したこと柄を 別の角度から問われたね問題なんかで問われると立ちどころにねわからないってなる方が多いのではいこれに対してはですね問題演習というのが不可欠ですですので日々テキストで学習事項をね理解したらすぐですね類似の問題で自分で果たしてその理解した事柄がアウトプットできるのかなというところもねこれセットで繰り返していくようにしていただきたいと思います。 ですのでこのテキストの理解それから問題演習というのは日々ねやっていただくことになります。でこれを繰り返していってテキストの内容が一通りマスターできたら次はい実践練習ですねはい実際の試験の形式というのは、まあ、テキストでのね学習事項をもとにもちろんねその問題というのは作ら,作られていますけれどもまたねあの特殊な形式だったり 実際の試験の問題の形式に即した対策というのがね必要になってまいりますのでこの実践演習というのもですねある程度もテキストの理解が深まったらすぐね始めるようにしていただけたらなと思います。はいということでまあそのね、まあ、こんななので日々の学習のインプットそれからアウトプットのところをねお話しさせていただきました。ははいで、まあ、皆さんはね 3級、まあ、について WEB 講座で、えー、学習される方多いと思うんですけれども、はい、なのでちょっとウェブ講座のね学習方法についてお話をしていこうと思いますまずインプットの完全マスター講座についてですがこれはね特段予習必要ありませんので是非復習中心で進めていっていただきたいと思います、はい、で復習する内容なんですがこちら講義内容の理解を図ってください 完全マスター講座ではテキストの例題をもとにですねこれの考え方について私が解説したりしてますのでまあ、それのね、えー、考え方について自分なりにちゃんと咀嚼して自分のものになっているのかなというねそんなスタンスで例題をもう一回解き直したりという形でですね復習をしていただけたらと思いますはいなのでね完全マスター講座受けられましたらその1回1回ごとにですねその内容例題でチェックをしそして正月に 設けられてますね確認テストこれはまあ完全マスター講座の中でもやったりしてますけれども是非ね自分でもう一度やるそれから問題集ですね問題集の基本問題ここも章立てとリンクしてますのでの学習したところの章に関わる問題っていうのはね合わせて解くようにしてください。はい でまあそう言ってね日々回していただいて完全マスター講座終わりますと今度はね実践レベルの演習というところにねつながっていきますけれどもはい、えー、その時にはですね問題演習時間は確保するというのがねポイントになってきますはいでまずはですねブリッジ演習講座というのがありますこれはブリッジ橋ですね何の橋かというと その完全マスター講座で理論的なところ基礎的な理解を、ね、インプットしたこれを実際の問題演習に生かすというところの力を養成するためにその橋渡しをするという、ね、問題を解いていく講座ということになります。 っていうところにはまだねちょっと届かないかもしれないんですが問題演習をひたすらこなすことによってだんだん実力がついてきますのでその後ですねこの等連合格等連というねものこれまあ全4回ありますけれどもこちらでですね実践形式の本番さながらのね出題形式で時間数でね問題を解いていきますのでここで実践レベルにね実力を引き上げていただきますはいでこれの復習もねしっかりしていただいていよいよ力試しとしてね はい、公開模試です、はい、これも実際の問題さながらのね時間数それから問題数で構成されてますので、まあ、最終チェックとしてですね試験を受ける直前にね役立ててみていただきたいなと思います。はいというようなね構成でレックのね講座は成り立っているんですがはいじゃあもう一回ねまとめてみたいと思います。ははいいいッックのの級講座のねラインナップについて、はい えー、説明していこうと思うんですがまずはですねこちらはい、えー、3級の完全マスター講座というのがねありますこれ全10回なんですけれどもねはいここでですね基本的なその学習内容については、えー、ひたすらねもう全部もうインプットをしていただくということでねこれをマスターすると、まあ、基本的な学習事項についてはもすべてねインプットが完了いたします。はい ただね、まあ、万全と、この講座を受けるだけではなくて、さっき申し上げたようにですね。はい、もう復習をね、え、中心で進めていただきたいと思います。はい。ね、これが終わりますと、次。はい、次にやるのが、この三級のブリッジ演習講座。これは先ほどもね、え、ご紹介いたしましたけれども。はい。 その完全マスター講座で基本的な学習事項をインプットしていますのでこれをもとに実際の問題が解けるかなというところの、ね、問題の解答力演習力を養っていただくための講座ということになります、はい。で実際にはですね高速マスターの問題集これを使って、ね、やっていくことになりますので、はいまあ、そのインプットした事柄これをですね問題演習の形でちゃんと理解しているかということが分かりますのでね。 はい、まあそのね自分の理解力の目安としてね役立てていただきたいなと思います。はい、で結構たくさんね問題集扱問題の数を扱っていきますので、まあこれを一通りこなすとですねかなりの問題演習量にはなるかと思います。はい、これね問題演習力を養っていただいて、そして次いよいよ実践レベルになります。 3級合格答練これ全4回とね申し上げましたけれども60分のまずね模擬問題これをね4回分解いていただいてその都度ですねはい、えー、解説がありますので、まあ、ここもね詳しく解説してますのでねはいこれをね4回ひたすら繰り返していただくとかなり実践レベルにね実力がアップしていきます。はいそししてアップした実力を最終的に はい測る機会としてですねこの3級の公開模試がございいますねはい、でここはねまた本番さながらの問題演習していただくことによってはい、まあ、実践感覚をねいやさらに磨いていただくこととそれから現時点での実力をチェックしていただくっていうね、まあ、そういった意味合いがございます。はいというのがねございますねで。さらにネット試験を目指される方はですねウェブの模試があります。 はいまあ、これは、ね、あのパソコンで答えていただくという形、ネット試験で、ねえー、受験されるという方も、このネットのウェブの、ね、模試を受けていただくと、もう試験対策も、ね、万全になりますので、はいまあ、実際はです、ね、統一試験とネット試験、ね、並行して受けられる方が多いと思いますので、ね、ぜひ、このウェブ模試も、ね、受けてみていただきたいと思います。はいでえー、今後ですね この次から始まります新年度から始まる新体制の試験はいで簿記は従来的にはですね非常にね出題傾向がもう固定されているということでかなり対策が立てやすいね試験とされていましたはいでまあこれはねあの今後もそういう傾向っていうのは続くと思うんですが。 はいまあその従来通りの試験というのがねその傾向が定まっていて対策が立てやすいっていうことはですね過去問というのが非常に役に立つ試験だということも言えたと思うんですねはいただ、これはですね試験の形態が大きく変わっていますのではいまあ、そのね出題の内容が変わらないからといって過去問というのをね重要視して以前のようにね対策を立てていくっていうところはねちょっと危険かと思います。はい あの出題形式がね、えー、異なってきますので従来のその出題形式の過去問集なんかを使ってですね、はいえー、対策を立てていくと一つ一つの問題についてはね大丈夫かと思うんですが例えば、はいえー、今度新たに始まります本試験のに向けて大問3問になりますよねでこれの回答手順だったりですとかあとはそれぞれの時間配分 はいこういったもののね、えー、情報なんかがその解説に載ってますけれどもそういったものがね従来の過去問集なんかですともう使えなくなってしまいますのでねぜひ、はい、このあたりの情報はアップデートをして新たな新方式これを、はい、ターゲットとしている今ご紹介したようなですね、えー、講座というところでね、えー、ぜひこれを有効に活用していただくことで、えー、試験対策を立てていただきたいなと思っております。はいといととうことになりますね はいじゃあ最後にね、ネックのの講座の特色、えー、ご案内しておこうと思いいますは3、い、級、えー、講座、今ね、ラインナップをお話ししましたけれども、もうね、段階を追って、この、えー、順序でね、乗っかっていただくことによって、はいもうね、簿記の知識、もうゼロっていう方からも、ですねもう必要な知識、合格レベルまでね、もうあの着実に無理なくね、要請することができます。はい で試験ってね範囲がすごく広いんですけれども、まあ、実際はですねねはいあのもう、ね、効率的に対処していただくもう過去問なんかもありますしね効率的に対処していただくという対策が非常に取りやすい試験になってますので講義の方ではですねその試験に出るところっていうのを効率的に知識、インプットしてまいりますのでね、まあ、この講義のスケジュールに乗っかって皆さんもつ、ね、いてきていただくということでもう必要に合格に必要な力はね十分。 つけていただくことができます。はい。ね、講座なんですけれども、まずね、完全マスター講座、インプット講座ですが、こちらではね、高速マスターネオというね、えー、ものを使っていきます。はい。高速マスターテキストのネオこちらになるんですけれども、はい、ちょっとね、厚ぼったいんですけれども、非常にね、あの見やすい感じで。 はい例題たくさんね構成されていますのであの飽きることなくね無理なく進んでいただけるえテキストになってますのでね、まあ、これをもとに高速マスターの、えー、講座ですねやってまいりますはいでですねこの、えー、完全マスター講座ではですね各回の冒頭でその回の学習項目を紹介してそれから中身に入っていくという構成になってますはいでこのテキスト自体に沿っていきますのでテキストはまあ、例題に沿ってね 学習内容が構成されていますので、まあ、その内容をです、ね、例題をその場で解いてみることによってですね自分の理解度というのがすぐ確認できるようなそんなな形になっていいますねはい、ねテキストで理解を図りましたらはいこれはね皆さん復習でやっていただくところになりますけれどもこの「高速マスター問題集」というのがねあります。こちらはい これでですね実際にテキストで理解した事柄がちゃんと理解できているのかなというところをです、ね、問題演習進められてください。はい、えー、それからですねはい、まあ、これはねブリッジ演習講座とかでねやっていただくんですがその後ね実践レベルに移ってまいりますよねはい合格答練というのを、ね、お話しさせていただきましたが。が はい、えー、合格答練、こんな感じですね、これ、まあ、1回分なんですけれども、はい、まあ、これがね、4回で構成されていますので、まあ、これ、各回で、ですねその実際の試験と同じような体裁で、同じ時間で解いていただくということで、まあ、これをこなしていただくと、ですねはい着実に実践レベルのね、えー、問題、これを対処する力というのが身についてまいります。はいなので、ですね、まあ、このような、今、ご紹介したようなステップが、この REC の講座、 はいもう無理なくねラインナップされてますのでここに乗っかってきていただけることでねもう無理なく合格のレベルまで近づいていただくことができるかと思います。はいということでですねねははい、ねはい最後ですねはい、まあ、今ご紹介していただいたようなねレッグの3級、えー、の対策講座 はい、ラインナップに、ね、乗っかっていただいて無理なくね皆さん合格を目指していただけたらと思います。はい、ということでですね、えー、ちょっとね1時間にわたって、えー、今日はですね3級、えー、合格のポイントということで新しく始まります新体制の、ね、ご紹介も合わせながら、えー、お話をさせていただきまましした、はいじゃあね、皆さんとと一緒にの講座で合格を勝ち取っていいきましょう、はい、どううどもありがとうございました。